ダニエル・バシリ・ペトレスクは、ルーマニア・ブカレスト出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元ルーマニア代表。現役時代のポジションはディフェンダー。現在は、スユペルリブ・カイセリスポルの監督を務めている。ペトレスクは、FC ・ステアウ・アブカレストの下部組織でサッカーを学び、1986年に、 クラブが UEFA チャンピオンズカップ1985から86で優勝を成し遂げた1ヶ月後にトップチームへの昇格を果たした。当初は出場機会に恵まれず、1987年に FC オルトスコルニチェシティへレンタル移籍したが、1年後にステアウアへ復帰を果たした。その後はレギュラーへと定着し、UEFA チャンピオンズカップにおいて1988年に、 ベスト4、翌1989年に準優勝に貢献した。1991年にイタリアのセリエ B に在籍していたホッチャーカルチョへ移籍し、1993年にセリエ A 昇格に貢献すると、同じくイタリアのジェノア CFC へ移籍した。1994年にイングランドプレミアリーグのシェフィールドウェンズデー FC と契約し1シーズンを過ごした後、 1995年に、チェルシー FC へ移籍した。チェルシーでは1997年の FA カップ優勝、1998年の UEFA カップウィナーズカップ優勝、フットボールリーグカップ優勝に貢献するなど、5シーズンの間に、中心選手として、顕著な活躍を見せた。しかし2000年に、監督のジャンルカビアリと対立すると出場機会を、失い、 同年の FA カップ決勝、タイアストンベラ FC 戦では、ベンチ入りからも外された。同年7月に1000万ポンドの移籍金で、ブラッドフォードシティ AFC へ移籍。サウサンプトン FC を経て、2002年に、ルーマニアへ帰国し、FC ナチオナルブカレストへ移籍し、翌2003年5月31日のルーマニアカップ、決勝、タイ FC ディナモブカレスト戦を最後に現役を、 引退した。ルーマニア代表としては1989年3月29日のイタリア戦で代表デビューを飾ると、翌1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会代表候補に選出されたが、怪我の影響により最終選考からは外れた。1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会では、一時リーグ最終戦のアメリカ戦で前半18分に、 唯一の得点を決め決勝トーナメント進出に貢献したが、準々決勝のスウェーデン戦では、PK 戦の末に敗れ去った。ペドレスクは大会を通じて5試合に出場し同国のベスト8進出に貢献した。1996年のユーロ1996では一時リーグ敗退に終わったが、1998年の FIFA フフワールドカップ、 フランス大会では1次リーグ第2戦のイングランド戦において終了間際の90分に決勝点を決め2から1の勝利に導き、同国の2大会連続となる決勝トーナメント進出に貢献した。ペドレスクは2000年のユーロ2000終了後に代表からシリぞくまで国際 A マッチ95試合に出場し12得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、 2004年に FC ラピドブカレストの監督に就任したが、6試合で指揮を取った後の同年10月に監督を辞任した。FC スポルトゥルストゥデンツェスクブカレストを経て2006年1月1日に、ポーランドのビスワクラクフの監督に就任した。ペドレスクは前年優勝クラブを率いて2005から06シーズンを2位で終えたが、2006年9月18日に監督を辞任した。 同月にルーマニアへ帰国し、リーガ1に昇格したばかりの FC ウニレアールジチェニの監督に就任した。ウルジチェニでは2007から08シーズンにルーマニアカップ準優勝に導き、UEFA カップ出場計を獲得。2009年5月にはクラブをリーグ初優勝に導くと2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグではレンジャーズ FC セビージャ FC、VFB シュトゥットガルトを相手に2勝2分2敗の勝ち点8を挙げ、決勝トーナメント進出に、あと一歩のところまで詰め寄った。2009年12月にウルジチェニンの監督を辞任。同月28日にロシアファーストディビジョンの FC、クバンクラスのダールと5年契約を結んだ。優勝を果たし、1年での昇格を達成。 2012年8月、クバン監督を辞任し、FC ディナモモスクワ監督に就任した。2015年6月、エース・エートルグ・ムレシュ監督に就任した。2015年7月、中国スーパーリーグの高素春天の監督に就任した。2016年6月14日、FNL に降格した FC クバンクラスのダールの監督に復帰し2年契約を交わした。 しかしリーグ戦15試合で3勝しかできず14位に低迷し、10月4日に解任された。2016年10月29日、アラビアンガルフリーグのアルナソル SC に就任した。2017年6月10日、CFR クルジュの監督に就任。2017から18シーズン、リーガ1優勝に導く。2018年6月7日、 グレゴリオ・マンサーノの後任として、奇襲事情の監督に就任。ありがとうございます。